イッシャー迷子です。え、イッシャーがどうしたんですって？迷子です。多分もう二度と見つからないと思います。見つからないですね。この人混みじゃ無理ですね。3、はい。まあ、とりあえず、置いてきますか。マスクしてないんで、キャーキャー言われたところが多分、ミスさんの。多分、酒の位置って呼んだ人いるんだけど、あれ。完璧じゃないか。酒の位置。まず牡蠣。まず牡蠣。うまそう、牡蠣大好き。カキに始まり、俺カキだっけよ。じゃあカキに始まり、カキで終わりましょうか。意外も来るの。俺今年もカキ嫌いだなって確認して、うん、あれ食べれるようになってるなる時が来るの。派遣でも木さんにゴチになります。ポン酢と醤油。ポン酢ですね。でかいでっけえのはお好みがある。じゃあマスさんから大好きなカキ、カキを呼んでください。なんか目をかけてる。大丈夫。行きます。おー、いい食べっぷり。やっぱ新鮮で美味しいですか。まずい。やっぱり。リさんいいコメントしてくれて。おいしい。うん。あ、うまい。何個でもいける。え？何個でもいけるこれ。いける。じゃあ私も食べようと思います。あ、ごめんね。じゃあ始め。お、はい、あ、ごめんなさい。あちらの取り方が素人じゃないですね。はい、じゃあいただきます。めっちゃうまい。どう？うまい。グー。うん、よかった。ベリーグー。あ、食べんの。じゃあ帰りまた行きますか。はい、こんな高温なんだ、うん、まあ天ぷらマスさんいけちゃいますもんね。素手でこれもいけちゃうんじゃないですか。普通のパフォーマンスいい、うん、いいですね。揚げ物、はい、これは美味しいですよね。まずいわけがない、うん、間違いないです。肉も楽に。ありがとう。はい。行っちゃって。ちょっと待ってください。いただきまーす。どいで暑い。暑いぞ。暑いぞ。気をつけないと。食えねえす。ちょっと一回手持ちいただきます。あ、これ。うまい。うまいっす、これ、はい、うん、
まずいわけがない。まずいわけないよね、うん、これね。うまい。うまい。よかったよかった。うまい。あうん、うまい。あうまい。懐かしいこの味。チンチン焼き。うん。うん、うまい。うまい。シンプル。さんが好きそうなのいやこれ本通りじゃなくて横に入ってもこの量やばいね今なんかメインうんあの熊手が売ってる、うん、ほら一さんの地元人気絶品横須賀って書いてあるよSP タコやけどよく出るから食ってるから嫌ですよ、うん、あれこの前のなんかどなんとかのパンの揚げパンみたいなあ、鶏皮行こうか揚げ餅うまいなうまいっすあれあれめっちゃうまい今のところまだまずいの食ってないね食ってない当たりですいるね、多分いるね、これだってもううん、うまいマッサン、団子です団子食いてるうれうまい続いて、鶏皮やばいね。すごい美味しそう。全部。ムイさんどんどんパクパク食べて。五十個入ってるからね。ムイさん割合で40個だから。いや食えるから。このパックも。なるべくね顔をみんな映さないように。さんの今日の夜ご飯。チンチン焼き。え？チンチン焼き。チンチン焼き。さあ、よしよし。よし。腹いっぱいになるな。漬物何？うん。これを。これ何これ？あれだ、あれじゃない？うん、うまい。うまっ。お、漬物うまいね。ありがとうございます。うん。これあれなの？なんだっけ？シナチクじゃねえや。シナチクじゃねえや。なんだっけ？タクテキ？大根なの。うん。うん、これうまい。うまい。一緒に食うとうまい。もうアップでおじさん。うまっ。うん。これおすすめですね。鶏皮。うん。うんちょっとしたピリ辛、ピリ辛ぐらいがちょうどいいっす、うん、今ね、ここら辺が辛いよ、はい、辛いぞ大丈夫いっちゃいますね大丈夫ままかかってるね辛いの平気だもん、うん、うまい、うまい、辛いのダメだよ、これはうまいほっとかいたら残念と、やめあ、そのままもらえば、うん、すでに持っていった、うんうん、ラッキーボール、鶏皮餃子すごいねチューチュープリン、面白い。一緒並んでたらさ、唐揚げ大やばくないですか？ちょっともう来てなかったんじゃないの？
おー、うまそう。まあ、こうね、鳥の位置に合わない男一さん。いや、こう見てちょ、毎年つまでは買ってるから、ちゃんと。え？あの、100均で売ってるあの砂掘るやつでしょ。ちゃんと買ってるぞ。すごいわ。まあ、なんか都合が合えばね、みんなで来るのもありだよね。あ、灰皿とかちゃんとあるの。うん、いつもの半分以下だね。何ですか。多分そっち曲がったとこあれば、うん、こんな感じ。今まで50回ぐらいやった。昔撮った記念塚でほら、ゴートン切れた。はい、まあ、やばいやばい。おお、うわー、これね、ダメだ、1個だけだ。あ、どれ。あ、1個これ日本茶のプロレスはやべえな。じゃあ、いっさん。セーフ？セーフ？ストライク入れない。あれ入ってんの？あれ？どうなの？あれ？じゃあ、行きますよ。おお、なんだ今の。あ、向こうへ向こうへ回っていくんだよ。外れ。結果一番下手くそ。あざ。じゃあ何もらいましょうか。これなんかコマ。全部コマ。うん。じゃあコマもらっていく。うん。はい。お、ほんとだ、回った。おお、いい。チビの、どうぞチビの。はい、はい、チビ。ちょっと待って、カバンに入れといてよ。次は、次は箸巻き。箸巻きって何ですか。あのね、お好み焼きを箸で巻いたようなやつで、はい、博多かな大阪かな、俺大阪でよく食ってたけど、まあ何言ってるか分かんない。博多生まれって書いてあるね。なんか、意外とね、なんで取り合ってんだよ。イッサンの画質より俺の方がまだいい。そうそうそう、うん、電池がある限りは俺取るよ。カセも食べます、ね。それがイッサンが巻いてる。どれいくの。卵。俺卵派なんですよ。卵で僕違うのいきますよ。これにいいよ。明太マヨ。明太マヨでいきますよ。はい、ありがとうございます。卵と、ネギと明太マヨ。すぐ食べる。1500円で卵。はい。卵ネギ。はい。マシマシで。マシマシできたね。明太マヨ。はい、どうも。はい。よし。見た目ほどうまくないこれ。とりあえず一回じゃん。とうとう迷子になった男はそろそろ近づいてくると思うんですけど。まあこの人数だとやばいですよね。
9時頃多分ピークに近いじゃん。もっと増えてくると思う、はい、商店街がこんな感じになってる。さっきね、あった全然すごい。ほら、あーすごい。やばいっすね。押すなよ、押すなよ。イッサン、いい迷惑なんだけど。あ、迷子の人。イッサン、迷子です。イッサンがどうしたんですって。迷子です。多分もう二度と見つからないと思います。見つからないですね、この人混みじゃ無理ですね。まあとりあえず、置いてきますか。マスクしてないんで、キャーキャー言われたところが多分イッサン、うん、イッサンの多分そのまま流れでここ歩いてくんじゃないですかね。すごいな、こんだけいる。あ、電話かかってきた。え、何？どこにいるの？ここだよ、ここ。ここにいるよ。ここにいる。ここにいるよ。え、どこにいる？ここにいるよ。ここにいるよ。イッサン、ここ。ここだよ、ここ。あ、ここで分かったよ。ここで分かった。唯一マスクしてない人。どう、イッサン？食ったっていうか、すごい規模。え？規模がすごい。まあなんせイッサン迷子になったもんね。迷子になった。わかんねえから。これボスいなければ、うん、どこにいるかもわからないもん。イッサンが意味がわからない。まあね。どこに入るの？どうしようかな。一服するとまたねお腹がいっぱいになっちゃうんですよ。俺もお腹いっぱいだもん。イッサンこう見えて小食。あ、兄貴汗かいてませんか？こんな寒い日に汗かいてないですか？まあまあ暑いからね今。いやでもすごいね、若い子からでいい年の人まで結構多いもんね。まあ、これでね、コロナが増えてもね、誰も文句言えないね。今日はじゃんけんもしてないのにマセさんゴチになってます。いやいや、 YouTube で収益出た。全部回収します。このうち金持って逃げますけど。これは言えないからね。お前ら壊したもんなんですよねーって。いつまでだって。やばい、タバコの煙がポワポワしてる。明るくなったり暗くなったり。まあだんだんね遅くなるにつれて人が少なくなってきたね。終わっちゃった。締め書きが。いや、あれはなくなる。まあね。だってあのバケツ一杯から入ってるから。いや。締めですね。締めの持ち主。洋服なんだ。もう終わりなんだ。もう商店街は終わり？実際これ生で行けばいい？いやいやいや。上着着ていくんじゃなかったってぐらい汗かいてんだけど。これ帰り限定は寒いんだろうな。汗かいて。
うまいんだよ、うん、でも何でもうまいんだよ今日のじゃあ感想を一言ずつお願いします どっかの GTF みたいなマセさん今日どうでした痛いのか、うん、違う鳥の位置でした、はい、うん、一社がね3回ほど迷子になった結構迷惑なやつだ、いい迷惑でしたね本当に、はい、もう本当に、はい、まあ、お疲れ様でした。あの3の鳥はね、はい、もう1回あるんですけど今月ね、はい、3回鳥の日がね火事が多いっていうんで皆さん気をつけましょう、はいはい、気をつけて、はい、行きましょう、はい、ありがとうございました。ごちそうさまでした。はいさん、いやすごい初めて来ましたけどすんごいお店の数と、はい、熊手がすごい綺麗でしたね。並べ方が、うん、見たことないクラメ、うまい子だったからどこ見てたか分かんないんじゃないの。熊手見てたあとあの提灯が綺麗だったすごかったです。あの次回三の鳥は来ますんで家族で来ます、はい、ありがとうございました。あ俺は行かないけどねあ行かないの。行かないよ三の鳥行けない最近すごいなんか付き合い悪いみたい。そうですね、ちょっと予定が仕事あるんでちょっと行けないんですけど、まあ、皆さんおすすめなんで、まあ、初めて来た僕は楽しいなって思ったんで、なんかあの牡蠣に始まって牡蠣に終わる最高の締めですよ。でも果物の牡蠣は無理お疲れ様でした。お疲れ様です。